皆さんこんこにちは流通情報工学科の黒川です流通情報工学科は入学定員42名ですが担当教員は19名と多く学生と教員との距離が近い少人数教育を重視している学科です。今日は流通情報工学科で学ぶ教育内容と担当教員の研究内容そして卒業後の進路状況についてご紹介したいと思います。それでは教育内容からご紹介します。 私たちが生活していくためには服や靴スマートフォンやノートパソコンメガネそしてさらにはパンやクッキーといった食べ物など数多くのものが必要です。これらのものは生産流通消費といった経済活動によって生産され消費されているわけですがこれをもう少し詳しく説明すると下の図のように生産者から消費者までのつながりサプライチェーンとして表現されます。 流通情報工学科では、このものの商取引である商流、工場における生産、ものの移送や保管といった物流、そして小売店舗での販売といった一連の活動を計画、実行、統制するロジス,クスについて学びます。したがって、ロジスは私たちの生活や国の経済発展を支える重要な活動といえ、企業で言えばロジスの良し悪しが企業の経営を左右すると言っても過言ではありません。 私たちの大学ではこのロシスを専門に学ぶ学科を日本で初めて1978年に設置しましまた。当時は輸送や保管といった物理を中心とした教育でしたが時代の変化に合わせて分離・融合の教育内容の充実を図ってきました。現在では工学系情報系社会科学系の3つを柱とする分離融合の教育体系となっています。そのため、 流通情報工学科では入試も分離理系の学生の皆さんが受けやすいように前期日程と後期日程で配点を変えています。また海洋工学部に属していますが大学入学共通テストの物理は必須ではありません。詳しくは大学までお問わせください。なお参考までに流通情報工学科の男女比をご紹介すると女性の比率は約3割と 一般の工学系学部の 2, 割2倍程度となっており、女性の質が高いのが特徴となっています。では、ここから入学された学生の皆さんが、具体的にどのような授業を学ぶのか、見ていきたいと思います。1年次から露出概論などの専門科目を配置し、早くから物流や流通、露出に関係する学ぶ機会を設けています。これにより、教養教育で学ぶ統計学などの 科目が専門科目とどのようにつながり関係するのか理解できるようにさらには演習やゼミナール海外インターンシブなどを通じて実社会の問題課題解決などとどのように結びついているのか理解できるように伝統的な実学教育に根付いたカリカムの工夫を行っています文系の専門科目としては経済学部や経営学部さらには小学部で学ぶような貿易や政策 マーケティングなどに関する科目や、企業の経営を理解する上で重要な会計の情報の分析などを学びます。また、工学部や情報学部で学ぶような、Python を用いたプラミングや、あるいは最適化などの科目、そして、近年とても注目されているデータサイエスティスを育成するための、 機械学習やデータサイエンスの科目、こういったものが設けられています。では次に、流通情報工学科を担当する教員の研究についてご紹介したいと思います。分離融合の教育を提供するために、様々な研究を行っている教員が集まっています。例えば、物流現場の安全や作業の改善に関する研究を行っている教員や、貨物の交通に関する研究 そして輸送のための最短経路を求めるといった最適化に関する研究情報通信技術あるいは自動認識技術に関する研究人工知能や機械学習水産物の流通やマーケットデザインに関する研究さらにはグローバル化とイノベーションを伴う経済活動企業の経営戦略に関する研究を行っている教員と実にさまざまな教員がいます。 今日はこの中から数名の教員の研究についてご紹介したいと思います。皆さん、こんにちは。流通情報工学部門の遠藤です。私は国際交通、経済について研究しています。具体的な研究テーマとして2つご紹介いたします。1つ目は、企業活動の国際化の要因と影響についてです。企業は 海外に資金、人材、技術、ブランドを移転する海外直接投資を行い、現地で生産、販売活動を積極的に行っています。海外直接投資を行う理由は非常に複雑です。多く聞く企業の要因と進出国の要因に分けることができます。 企業の要因として研究開発力、マーケティング力、国際経験、進出国の要因として市場規模、労働力、所得、政策規制、文化などが挙げられます。企業の海外直接投資は企業業績にいろいろな影響を与えると言われています。もう一つの研究テーマは国際提携の影響についてです。 スター・アライアンス、ワン・ワールド、2M ・アライアンス、G ・アライアンスなど、航空会社、海運会社における運航、営業に関わる国際的な提携が拡大しています。その結果、ハブスポークと呼ばれる効率的なネットワークが形成され、費用削減効果がもたらされたと言われています。一方、国際提携の拡大は、 競争にマイナスの影響を与える可能性があり注意が必要ですその他の研究テーマとして企業の社会的責任への取り組み新企業の参入効果空港港湾の民営化などが挙げられますありがとうございました流通情報工学部門の坂井と申します我々都市貨物研究室では 都市貨物や交通と土地利用そして交通シミュレーションに関する研究を行っています我々の研究テーマの一つとして都市貨物シミュレーションがありますこれはビッグデータやデータサインス法を用いて現実の貨物交通に関する挙動を再現し物の動きや輸送計画経路駐車 e コマース需要の詳細なシミュレーションを行うことができます これによって混雑課金や共同配送宅配ロボットや自動運転車などの評価を行うことができます我々の研究室ではデータの収集からモデルの構築そしてシミュレーターを用いた政策施策の評価などを行っていますもう一つの研究テーマとしては物流と治療と交通影響があります東京都市圏を主な対象とし 物流と事業の経年分析や物流施設と交通影響の関係について分析してきましたそしてオンラインショッピングが都市に与える影響についても分析を行っていますこの3つが我々の今取り組んでいる主要な研究課題になります1つ目は e コマースに関連した物流ソリューションに関する課題 2つ目は長期的な都市構造の変化と交通・土地利用政策に関する課題そして3つ目は分析プラットフォームの開発とビッグデータの活用に関する課題ですこれらの課題について我々と一緒に取り組みたいと考えておられる方はぜひ我々の研究グループに参加してくださいそれでは最後に流通情報工学科を卒業した後の就職状況についてご紹介したいと思います 流通情報工学科で学ぶロジスクスは輸送や保管を担う運輸業だけでなく製造卸し小売業さらには情報通信業金融保険業などさまざまな業種で必要となっています。そしてロジクスを学べる学科を有する大学は我々のほかは日本には2つしかなくそのため就職に強くこの円グラフに示されているように卒業生はさまざまな業種で活躍しています。 最近の特徴としては AI や DX といったニーズの高まりから情報通信業に就職する人が多くなっていますご視聴ありがとうございましたエッジジョンはカンパスで皆さんとお会いできることを心より楽しみにしています